バーバラ・テラオカは料理研究家。バーバラという名前は彼女の祖母の名前であり、仕事をするようになった際に生命判断により選んだ名前である。白百合学園卒業。ハンガリーのブダペストに日本講師だったテラオカ公平と美腕術師の母親、ユーハース・エリザベスの間に生まれる。バーバラの生後間もなく父はソビエトでの抑留を経て終戦直前に 日本に強制送還、母と娘はブダペストに取り残された。コーダイラはサンフランシスコ条約締結時には吉田主義ルの秘書官として使え、1952年中ドイツ臨時代理大使としてボンに赴任。1953年11月の日本帰国時に母子はハンガリーを出国、ウィーンで親子は約9年ぶりに再会して日本に戻る。 高大らは1960年に40歳で死去。1966年、デザートとお菓子という著書で料理研究家としてデビューし、1970年の日本にまだ登場して間もなかった電子レンジを使った調理法を初めて紹介した。1980年代に抗原病を患うが中国の伝統薬膳料理で、その病気を克服することに成功する。 料理研究のほか、文化、環境、自衛隊などの活動についての評論、生活用品開発のプロデュースなど多方面に活躍を広げた。2017年6月2日、腹膜がんにより死去。去年72歳。ありがとうございます。